韓国ナンバーワンストライカーイコールファンウィジョが、g 大阪から普通一部ボルドーへの移籍を決定。18日午前、インチョン国際空港よりフランスに向けて出発した。ファンウィジョは出国前、空港でパウロ・ベント韓国代表監督と偶然遭遇。ベント監督は去る17日、 マレーシアクアラルンプールのアジアサッカー連盟ハウスで開かれた組み合わせ抽選会を終えて、この日午前、インチョン国際空港を通して韓国に帰国した。その際、タイミングよく出国するファンウィジョと時間が重なったのだ。ベント監督はファンウィジョと固い握手を交わし、肩を叩くと、幸運を祈っているよと言葉をかけた。 これに、ファンウィジョは、監督が頑張って来いと言ってくれたと笑顔を見せた。出国時、インタビューに応じたファンウィジョは、すべてにおいて、僕にとって新たな場所。ウィーチ戦となるリーグに、とてもワクワクしている。最大限早く適応し、いい姿をお見せしたいと語った。